はい、恐怖の弾き語りでアンチェインド、意味わからないです。メロディーですね。はい、これはちょっとこの曲はあんまり弾かないんですけど、弾かないっていうかですね、ピアノで弾いてもこうメロディーがこうロングトーンなのでですね、あんまりねこうピアノで弾く曲じゃないから弾かないんですよね。まあこのドゥンルル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 ぐらいはいいと思いますけどね、やっぱり歌なわけですよね、まあ拳を聴かせるっていうか、なんていうかね、なんていうかね、ロングトーンですよね、それでですね、まあ、ピヨピヨ譜面はこういう風になります。こうですね、はい、もう簡単ですねこれね、ですから簡単な曲ほどですね名曲が多いですね。あんまりごちゃごちゃやんないでね、そういうことでございましてね、これで全部です。もう終わりなんですけどね、ちょっとそれを恐怖の弾き語りで、はい、これで終わりですねこの曲は。でこう、この中間とかにドゥルル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 ルこういうことですね、はい、っていうことですね、はい、でこれをじゃあちょっと恐怖ので、今のこれだけだとちょっと面白くないので、ちょっとこうリズムをちょっとつければいいんですよね、はい、イントロはちょっとなしですね。イントロはちょっと適当に、まあ一番後ろでもいいし適当にこれだけでもいいですしね、女性の方はこういう曲に弱いんじゃないんでしょうかね。どうなんでしょうかね。まあ、女心っていうのはね、本当にまあなんていうか、まあこの人類が誕生してからですね、なんでしょうかね。なんかね、まあ、謎の一つというかですね。解明できないものの一つですよね、女性の心っていうのはね、どうもすよということで、そういうことでございましてですね、はい、それではアンチェインドもう一回やり直し、はい、3、はい、ドゥーンいいですね。
ちょっとなんていうかアドリブっていうか、ルル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 ル、まあ原曲を聴いてください。ルル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 、ここメジャーセブンですね。ちょっとピヨピヨ譜面、ピヨピヨ譜面、ピヨピヨ譜面っていうのですね、言いましたっけ、忘れちゃった、この説明のところでですね、あのすいません2回言ったらすいません、説明のところで全部入ってますね。ピアノが弾けるようになる方法とかですね、はい、よろしくお願いします。これはですね、やっぱねこの曲はね楽器じゃ無理ですね、これね、うん、歌なんですよこれ、うん、ね、歌じゃないとダメだと思う、だから私弾いてないんですよこれ。これインストでね、まあ編曲によるけども、やっぱオーケストラ、オーケストラでねいろいろやればまあいいかもしれないですけど、でもやっぱり歌ですよねこれはね。歌じゃないと表現できないような、なんていうかですね、そういう感じが私はしますけれども、いかがでしょうか。はい、ということで、まあこのピヨピヨ譜面はこれ簡単ですのでね、こういう風にこれだけですからね、一番優しい曲です、この曲からやるといいね、こういう優しい曲からですね、ピアノをやるといいと思います。はい、はい、どうもすいませんでした。はい、失礼します。